ハロー YouTube 社会のゴミです昨日さ私があの動画出したらたまたまアップしたのと同じタイミングで女は少年ジャンプの編集にはなれないみたいな話から女はジャンプ作品にファンレター送るなみたいな話まで派生しとってそれと同じタイミングでたまたま ジャンプ作家にファンレター書く動画を出したわけですよ。すごくないこの偶然。前もさ、私が、まあ、嫌いなやつは何やってもムカつくし、好きな人は何やっても好きって。 っていう動画を出したんだけど同じ日に出た DJ 社長の動画でも偶然かぶったんよあげた時間もほぼ一緒だったのあたしそういうの持ってるんやろね偶然オブ偶然オブ偶然私は少年誌に手紙出すときは不助詞的なことは書かないんですよそんなの当たり前のマナーでしょ私は不助詞だけどその前に原作を漫画として楽しんでるんですよその純粋な感想を本人に伝えて あれな妄想は目に入らないところでやる。それでいいじゃん。不助子が感想を送っちゃいけないみたいなおかしくて、正しくはマナーを守らない。不助子全開の内容を本人に送るのがダメ。よし、出てないなって確認してから送ってるけど、もらった本人がどう思うかわからないよね。うわー、不助士だって思われて捨てられても私は別にいいわけですよ。これも嫌われる勇気の話なんよね。 自分は精一杯配慮して送る。それは自分がやりたいからやってるの。もらった相手がどう思うかは私の課題じゃない。 相手の課題でさ、誰かが送ってるから、私は送らなくて大丈夫だろうって思うじゃんまあ進撃の巨人なんか1億部くらい売れてるわけじゃんでも仮に感想が全然来てなかったとしたらどうする売れてるし、お金はいっぱい入ってくるけど、読者がどこを面白いと思ってくれてるのかは全然わからない。って状態だったらどうする怖くない進撃、ワンピース、ワンパンレベルだったら、そりゃないと思うけど、 でもこういう考え方が危ないのかもしんないよ。だから、売れてるから大丈夫でしょってのと、感想を送るっていうのは別問題なんだよね。うわー不女子だっつって捨てられることよりも、感想が来ないのが辛いって言って、二度と書かなくなる方が辛いよ。私は。やらないよりやる後悔って言うでしょ。 それなの。私を突き動かしてるものは、それなの。それだけなの。なんていうか別に少年漫画が不女子に寄ってほしくないし、むしろそのままでいてほしい。あなたが書きたいものを、これからも書いてねって意味で送ってるよ。そもそも原作者の頭の中には、次はああいう展開にして、こうしようって考えがもうあるわけじゃないさかなか私が送った一通で、そこに介入する余地なんかないよね。<laughs> 介入したいとも思わないし。話の都合上、たまたま好きなキャラが活躍したら嬉しいけど、無理やり出してくれとは思わない。だからみんないちいち考えすぎなんだよ。好きだから送る。それでいいだろ。いちいちうるせえ。これ私が前にブログに書いた勝手な予想なんだけどさ、女からのファンレターはいらない。そんなの分かってるよ。ただ自分が後悔したくないから送ってるだけなの。本人に届くことも大事だけど、 編集部にこの漫画は私がこうやって手紙書くくらい人気がありますよ。だから打ち切りとかしないでくださいね。長く読み続けたいですよって編集部に伝えてるのもあります。ただペンネーム変えればよかったかなぁとは思ってますね。ゴミにしちゃったし。もし偶然私の動画見ることがあったら、うわぁ、あの手紙もらって嬉しかったけど、不助子だったのか。 ってなんか、がっかりされちゃったら申し訳ないよね。考えすぎ、そんなことあるわけないって思うでしょ甘い。現実もそうだけど、ネットの世界狭いからね、マジで。少年誌の先生さ、普通にピクシブとかで、自分の不助詞的な作品とか、同人誌とか、結構読んでると思うよ。あの、ネガティブな意味じゃなくて、うお最近の声うまいなぁ、みたいなさ。まあ、うわってなる時もあるかもしれないけど、基本いい意味でさ。 まあ私は本人が私の動画とかツイッターとか見てくれてたら普通に嬉しいですけどね。普通に嬉しいの方が勝つ。そんで作家さんはファンレター読まなくてもいいと思う。メンタル強かったらいいけど、モチベが下がるような内容とかもあるだろうし、自衛してみたいなツイートをたまたま見かけたんですけど、本人に届く前に必ず編集部が中に怪しいものが入ってないか、 傷つけるようなこと書いてないか。これをチェックしてから本人のところに届くので大丈夫です。で、そこで編集部が、ああ、この作品たくさんお便り来てるな人気なんだなって分かるわけです。だから多分どうせね、不助手的な内容を書いても編集部チェックで弾かれますよ。でも下手に好きで送ってくれてるんだからってないがしろにできなくて、本人に渡してそうよな。 これは弾くべきだと思うよ。まあ自分の作品がさ、こう男同士でほにゃららって目で見られたら嫌じゃんでもそれをさ、ああ、どういう形であれ好きでいてくれる人がいるんだなって思う人はいるのかね私は例えば自分が少女漫画家になったとして、自分の作品の ユリ同人見たら嬉しいですけどね。でも実際なんか脇のキャラが好きで好きだって送ってたら死ぬ予定だったけど生きて活躍したみたいな。そんな話も前ツイッターで見かけたしね。それはこう無理くり活躍したわけじゃなくてちゃんと話の中にうまいこと組み込まれたみたいですよ。でめちゃくちゃおもろい話あってさ。原作の A 先生がいて A 先生の作品がアニメ化した時にアニメーターとして 参加した B さんって方がおるんだけど、この B さんがね、不女子の作品をさ、普通にリツイートすんのよ。こう、キャラのぬいぐるみとかフィギュアとか出るじゃないそれをこう、くっつけて、まあ、そういう意味で撮った可愛い写真とかさ。A 先生と B 先生は、もちろん相互フォローなわけよ。だから B 先生がリツイートするってことは、原作者の目にもさ、入ってるってことなんだよね。バチクソ面白い。 2019年で一番面白い。今度そのジャンルのオンリーやるんだけど、もう名前にスペース名入った人のツイートも普通にリツイートすっからね。いいねならまだわかるじゃん。リツイートすっからね、あの人。もうみんなさ、頑張って公式に補足されないように、無慈悲にリツイートされっから。で、私なんかはプロフィールに不女子って書いちゃってるから、 そのアカウントで、少年誌とか、青年誌の先生にリプしちゃダメなのね。それがマナーだと思ってるから。でも、この人はさ、もう、そういうの気にしないんだなって、見ててわかるから、まあ、イラストを上げてたらね、たまに、めっちゃかっこいいですとか、リプしてるもん。普通にいいねしてくれるしね。私、この人みたいな人でいたいの。あんまり細かいこと気にしない人。普通さ、公式にいきなりリツイート爆撃されたら、え でももう、ジャンルのみんなも慣れてるのか、そういうこともしないしね。それでいい。だからもう、アムロトールの中の人が、同人イベント来たみたいな感じやろ。こっちがそれなりに配慮して、その結果、向こうから寄ってくる分には、もういいじゃん。むしろ嬉しいやん。